はい、皆様おはようございます。おさむございます。今日はですね、ネギ味噌をね、作っていきたいと思います。まあ、正式に言いますとね、ネギの油味噌の作り方ですね。まあ、ネギ味噌と言いますと、味噌にネギ混ぜてね、混ぜ混ぜみたいな感じでご飯にのっけて食べたりねしますが、今回はですね、保存が効くような感じでね、油味噌、ネギ、油ネギ味噌ですね、を作っていきたいと思います。まずですね、フライパンの方、油が敷いてあります。まあ、これ白しめ油でございます。白しめ油ね、ない場合はですね、キャローラ油でもね、サラダオイルでもオリーブオイルでもね、結構だと思います。ごま油も、今回ねちょっとネタバレしちゃうんですが、最後にね香り付けで入れたいんで、ごま油は最初から使わない方が、よろしいかと思います。それではね、早速始めていきたいと思います。まずですね、フライパン、油を敷いて熱してあります。180度ぐらいですね。そしてこれです、鷹の爪ですね。はい、鷹の爪を入れます。まあ、辛いの好きな方はね、こういうふうに種ごと入れちゃってください。辛いの苦手な方はね、この赤いとこだけをお願いします。そしてですね、これで結構油が辛くなりましたので、ここへですね、こちらですね、はい、ネギをドッカンドッカンでございます。まあ、非常にね、いい香りが漂っております。そしてですね、ネギと一緒に生姜のみじん切り、ニンニクのみじん切りが、少々ですね、適宜入っております。あとはね、ネギがしなってくるのを待ちたいと思います。だいぶね、ネギ、生姜ですね、それからニンニクのみじん切り、いい音といい香りを立てております。非常にね、お前とこ中華屋さんなのみたいなね、香りがしてまいりました。ですね、まあ、中火でも強火でもいいんでね、ネギがしなしなしなと、まあ、多少焦げ目がね、まあ、つくぐらいに、炒めても結構です。まあ、何でしょうね、保存食系ですのでね、もう完全に火を通しちゃってくださいませ。これね、炒め方が甘いとですね、まあ、ネギからとかね、ちょっとお水が出てカビが生えたりね、まあ、腐ることは多分ないと思うんですが、カビが生えたりね、したら困りますのでね、よく、加熱してあげてくださいませ。はい、もうこれぐらいね、油と馴染んで加熱されましたら、これ調味料ですね。はい、調味料、はい、こちらでございます。味噌が2、砂糖が1、みりんが1の割合で入っております。211で、ございます。それではね、これを入れていきたいと思います。はい、こんな感じで、合わせ調味料ですね、投入されました。味噌が1、あ、ごめんなさい、味噌が2、みりんが1、砂糖が1の割合ですね。あとはね、これを焦げないようにね、もうこっからは中火または弱火でね、焦げないように、混ぜ混ぜして、ネギと、なじむのを待ちたいと思います。うまそうです。はい、いい感じでね、おネギと味噌がね、混ぜ混ぜ混ぜされました。この混ぜてる時はですね、結構ね、ゆるいなこれみたいな、ドロドロでお前これどう使うのみたいな感じに思われるかもしれませんが、これね、もう熱が取れて冷めると結構硬くなりますのでね、その辺は気にしないで結構だと思われます。そして最後の仕上げですね、最後の仕上げにですね、おかかですね。まあ、おかかを適当に、パラパラパラと入れてあげてくださいませ。まあ、かつおだしのね、香りが好きな方はもうたっぷり、まあ、俺別にそうでもないよって方は少なめで、まあとの方はね、適宜でお願いいたします。そしてこちらですね、ごまアビーラ、ごま油を、2回しぐらいですね。
はい、もうごま油を入れてひと混ぜ混ぜしたらこれで、完成でございます。あとはね、瓶とかね、保存容器に入れてね、冷蔵庫で保存していただければ、まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいはね、大丈夫だと思います。そしてこれ冷めてから入れないとですね、瓶が割れたりしますのでね、危険です。もう冷めてから、瓶に入れるなり、冷めてから、プラスチック容器ですね、プラスチック容器に入れるなりして保存してくださいませ。はい、それでは本日も、最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、ネギの油味噌の作り方ですね、これを動画にまとめてみました。非常にうまそうでございます。それでは失礼いたします。うまそうです。